ひだ神社。ひだ神社は、新潟県明光市にある神社。区内集落西方の球場、青田南葉山から派生した枝脈の登録に、東をもってして鎮座する。縁起式内社で、社格は、9号社。鎮座地周辺には、ひ大石が、北方に、観音平古墳群、南方に、天神堂古墳群、観音表、天神堂古墳群として、国の史跡に、 指定が広がる。大国主名、八千穂子の陣を主催神に、今年ろ主命、関は、八重ことろ主の陣と、竹大の地、諏訪大臣を、愛殿に祀る。愛殿の二柱は戦死された神で、今年ろ主命は、八代大臣や八代美容人とも称され、天正二年、1574年までは八代。 川上流の岡田区さんという地に鎮座していたといい、またこの神が愛殿に祀られていることから当神社を、八代さんとも俗称する。竹美中井の地は、青田南葉山の山頂に鎮座していたという。なお、かつては、天照光大臣も祀られており、また祭神については、異説もある、口述。上記のように現在の当神社は、ひだ神、大国種名に、八代明神。 諏訪大明神が合祀されたものであるが、その中で、飛騨神社、式内社は当初は山上に鎮座していたと伝えられ、八代川の支流である内川の右岸、妙高市秘伝寺屋式典には、里宮があって拝殿が建っていたという。旧社地は、神社西方のサメがお城石北方にある宮沢という、地がそれではないかと見られるが、現社地への遷座の時期、事情は不明。元、伝。 ひ田明神と称し、縁起年間、十世紀初頭に、ひ田明神に改めたとの説もある。現鎮座地の西方と北方にそれぞれ、ひ大石を構成する、建物跡と見られる上の平と百両山の縦穴群があり、百両山縦穴群の、さらに北方に、観音平古墳群が、鎮座地南方には、八代山縦穴群、同じく、 肥大石に含まれると天神堂古墳群が広がり、中津区、観音平、天神堂の両古墳群を営んだ勢力が、放災したのが、肥大神社であった可能性も指摘されるが、社殿によれば大国主命が、おこかみである、ことしろ主命と、竹みなかたい命を従えて、当地方へ進行し、当地に滞在して住民に、稲作の号を教える等の国土経営に当たった故事に、 ちなんで創始されたといい、その折に当地を越国の日高神の国と名付けたことから、日田という地名が生まれ、また国土経営に際しては、大国氏名と竹中大の地は、山野の開拓や田畑の開墾にあたり、こと白主命、八代明神は、小拓や河川を治めて、水路を開作したと伝える。大道三年、808年の、 大道類寺方によれば、当神社に、大名虫の陣によって処方が伝授された、スケミズ薬というチューブの特効薬があったといい、また同薬は、首ビ軍の少な量である大神氏の家電薬で持ったという。その後、日田神は、縁起のせいで、越後国首ビ軍の勝者に弟子、今年ロヌシの主命は、河原の鎮護として、八代川上流の岡沢山の奥に、鎮座して八代側にその名を残し、 武み中大の地は、青田南葉山山頂に鎮座し、時期不明ながら、平神社に合死されたと伝え、山頂にその後が現存するという。戦国時代には、上杉氏からの崇敬を受け、当神社製法の山頂に、サメ川城を築城した際には当神社を、金百二十八家村の僧者と定め、区内、神宮寺、音吉、加護町、雪森、青田、稲荷、十下、市、 ひだの各村を神領として寄進したといい、天正二年には、上杉謙信が、八代明神を合祀し、旧社地に、石祠が残る三神を、サメガオ城の鬼門鎮護の神として崇めたというが、天正七年、1579年の、サメガオ城落城の陛下にかかって炎上し、また、明暦二年、1656年にも火災にあって、おり、 その際に社殿と共に古文書類も消失したために、詳しい遺書演覚は不明である。江戸時代になると、天羅三年、1683年の検地で五国三号の助地を与えられ、坂木原氏が越後高田藩の藩主として入法してからは同家による代々の崇敬を受けた。なお、宮内地区に南接する神宮寺地区は、 上越市寺町にある神宮寺があったために付けられた集落名で、当時は当神社の神宮寺であったが、江戸時代に上越市へ移転されたという。明治6年1873年12月に、孫社に弟子、昭和17年1942年11月3日に、豪社に昇格、同20年11月3日には、 剣車昇格の予定であったが廃線のために沙汰闇となった。昭和三十三年、九百五十八年五月十一日には火災により、車殿が全焼している。三月三日の鎮火災では、名らえで春駒踊りが演じられ、丹前を着て弾痕を持った女性と女性用の襦袢を着て、ニョコンと赤布、鈴を持った男性が、放火ぶりをして踊る。 倉品氏が世襲する。同氏は、本生藤原氏で、淳徳天皇が、佐渡国へ配慮された際に京都との連絡役として、品濃国皿品郡、倉品村、玄長の建築増し倉品へ、下校、土着し、その後越後へ移って、当神社の神職となったという。本殿は、張間三軒桁行き三軒の霧妻作り、妻入りで神社ではこれを大社風神明作りと、 称している。拝殿は張馬三県桁行島の霧妻作り妻入り。共に、河原武器でこの両殿を霧妻作りの石の間で、連絡する。岩田神社、イザナギの命、イザナミ命と、石祠らの稲荷社、八幡社が祀られている。境内から出土したという曲がたまと、石体が神宝となっているが、いずれも、未指定。祭神について、 明治三十四年、一九百一年の、越後首気軍志向に、祭人は、現祭人説の他に荒人名、荒人のみ、こと説があると紹介している。荒人名は、新先生四六に、竹内すくねの域である古せし雄、平ゆう、へいすくね、こせのおからのすくねの五世の孫で、古せ伝話尊、古せの人の遊び、及び古せひがしん、こせの人のお身の外去る荒人であるといい。 丸山元純の北越風土季節会、上京三年、1686年等が、祭人として挙げている。また、小瀬武氏平宿根命を祭人とする説もあり、新名朝交渉、越後屋氏、雄平宿根の兄に、羽田屋城宿根、旗の屋代の宿根がいるので、愛殿の屋代明神は、羽田屋城宿根命である、可能性を説くものもある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。